こんにちは、みなりんです。今回はこちらのレディースのパンツを使ったおすすめのコーデを合計で5つ考えてきたので、そちらを紹介していきます。今回使っていくパンツはライトデニムタックワイドパンツっていうものです。それぞれブルーとブラックですね。どっちも S サイズになっています。早速ね、今からコーデを5つ紹介していくんですけど、基本的にブルーの方は爽やか系で、こっちは可愛い系だったりかっこいい系のコーデを作っていきます。1つ目のコーデはこちらの組み合わせ方になります。タンクトップを使ってレイヤードスタイルに仕上げた可愛い系コーデですね。はい、実際着てみるとこんな感じになります。これ可愛くないですか？僕結構気に入ってるコーデなんですよね。タンクトップと T シャツが XL サイズで結構ね大きくなってるので、僕みたいな痩せ型の人にはねこのコーデはかなり合うと思います。で、見ての通り結構上がゆるっと系になってしまってるので、下はデニムを使ってねきちっとまとめておきます。あと似たような話にはなってしまうんですけど、骨格隠したい人なんかにも結構おすすめできますね。なので痩せ型の体型を隠したいなって思ってる方や、まあ、ちょっと可愛い系コーデしたいなって思った時にこのコーデを参考にしてみてください。こんな感じのテンポで次のコーデも紹介していきましょう。はい、2つ目のコーデではこちらの T シャツを使っていきます。グレーと黒の組み合わせなので本当にかっこいい系コーデですね。メンズの方におすすめしたいと思います。はい、実際着てみるとこんな感じになります。どうでしょうか？僕はシンプルで結構このコーデ好きですね。この T シャツがワイドフィット T シャツということで、ちょっとね横に広がってるような形になっているんですけど、この形のおかげでちょっと肩幅が広く見えるんですよね。なのでレディース向きっていう感じではないのかもしれないですね。本当に男の子でかっこいい系コーデがしたいなって思った人に僕はおすすめしたいと思います。さらにかっこいい系要素を加えるんだったらネックレスとかおすすめですね。ここに細くて長めのネックレスを加えてあげると、あ、いいですね。ちょっとかっこいい系の良さは強まりました。こちらの T シャツがちょっとね生地感がスウェーティーっぽくて、デニムともちょっと似たような感じになっているんですよね。この組み合わせ方はね本当に相性いいと思います。はい、2つ目のコーデは若干カジュアル寄りのかっこいい系コーデの紹介になります。次は3つ目のコーデを紹介していきましょう。3つ目の爽やか系コーデを作るにあたってこちらの2つのアイテムを使っていきます。ブルーのパンツと白の T シャツですね。僕このコーデも結構好きなんですよね。肌まで明るく見せてくれるような組み合わせになってるので、結構周りから見てもね涼しく見えると思います。はい、実際着てみるとこんな感じになります。本当に爽やか系コーデですね。で、先にちょっと注意点話し忘れていたことがあったんですけど、それがこのパンツの生地感ですね。ブラックの方は本当にデニムっぽくて硬いような生地になっているんですけど、それに加えてブルーの方は本当に柔らかいような生地になっています。この生地感の違いが少しあるので、そこだけちょっと注意してください。で、このコーデの説明に戻るんですけど、上がスウェーティーということでね結構しっかりめに作られてあります。そこでさっきのね生地感の違いを利用して下はゆるっと系になるように選んできました。なのでこちらのコーデも結構ね全体的な形のバランスを取れてるのかなと思います。こちらのコーデも人によってはね肩幅が広く見えてしまうかもしれないので、基本的にはメンズの方におすすめしたいと思います。このコーデにも 70cm のネックレスを組み合わせていきます。で、このコーデ結構ねアクセントになっている部分が T シャツにあるんですけど、見ての通り首元にはガゼットが入っています。これ本当におしゃれに見えるので結構僕は気に入っていますね。ぜひ夏の爽やかコーデで悩んでいる方はこちらのコーデをね参考にしてみてください。それでは次は4つ目のコーデを紹介していきましょう。はい、4つ目のコーデで使っていくアイテムはこちら1つだけですね。ボブ袖の白シャツになります。これ本当に爽やかに見えて可愛くも着こなせるんですよね。早速着ている姿も見ていきましょう。はい、僕はこの白シャツを中にタンクトップとかも何も着ないでボタンを閉めてね装着じゃなくて着ていきます。こちらの白シャツなんですけど、生地感がちょっとコットンっぽくて柔らかくなっています。触った感じも柔らかくなっていて着心地も最高です。
しかもボタンがね、本当にミニサイズで結構可愛いんですよね。このミニサイズのボタンっていうのも僕の中での評価は結構高いです。今回可愛い系コーデに仕上げてみたんですけど、なんかちょっと可愛い系要素が足りないかもしれないので、バッグをプラスしてみましょう。まずはこちらのミニショルダーバッグですね。これ GU のものです。なんかちょっとバッグだけ浮いてる気がしますね。なんかこれじゃない気もします。これはトートバッグですね。 WeGo で買ったものです。なんかちょっと思ってたのと違うかもしれないですね。なんかカジュアルコーデっぽく見えちゃいます。こちらのコーデも上がきちっとしているものを使っていて、下はねゆるっと系になっています。特にこのパンツを使うとこちらの白シャツが明るく見えておすすめですね。こういう白シャツを使うとね、結構顔が明るく見えたりするので、白シャツは男女ともに本当におすすめできると思います。はい、これで4つ目のコーデの紹介は以上になります。次、ラストの5つ目のコーデを紹介していきましょう。はい、5つ目のコーデで使っていくアイテムたちはこちらの2つになります。僕的に結構ね満足のいくコーデを作れたので、ぜひ参考にしてみてください。今回コーデ紹介した中で一番このコーデがね涼しいと思います。オープンカラーシャツがそもそも生地が薄くて、こう内側がね透けるくらい薄くなってるんですけど、そこにねタンクトップと組み合わせてるので本当に涼しく着ることができます。僕タンクトップが XL サイズになってるんですけど、本当はねこのシャツと同じサイズに合わせてあげるのがおすすめです。今できる限りねごまかしてるんですけど、伸ばすとこういう風にちょっと変になっちゃいます。なので自分がしたいコーデに合わせてサイズを調整してあげてください。僕は今回間違いましたね。あのレイヤードスタイルで合わせるので考えていたので、僕のようにサイズ間違えないように注意してください。でこちらのコーデ上もゆるっと系で下もゆるっと系なんですけど、あんまり変には見えないですよね。多分このオープンカラーシャツがブラックっていうのが意味あると思うんですけど、結構しっかりとまとまってくれるんですよね。明るく見せすぎないためにこういったブラックを使って3色コーデでまとめてあげるっていうのも結構ね僕的にお勧めしたいと思います。そしてこのコーデにはさっきちょろっと出てきたミニショルダーバッグとの相性が本当にいいです。はい、こちらと組み合わせるんですけど、結構ねこれ相性が本当にいいんですよね。はい、バッグをつけてみるとこんな感じになります。だいぶかっこよくなりましたね。ぜひねこのコーデを作るんだったらこのバッグもね一緒に買ってあげてください。はい、これで5つ目のコーデの紹介は以上になります。今回はレディースのパンツを使ってコーデを5つ考えてみたんですけど、意外と着こなし方によっては本当にかっこいい系まで作ることができます。今回ブラックとブルーのこの生地感の違いもねうまく使うことができたので、結構僕的にはうまくコーデ作れたのかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今登録者数1000人目指して頑張ってるので、登録してもらえるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。